今回の講座では、私の作品の特徴であるカラートーンとシンプルなオブジェクトでの作品作りをベースに、Cinema 4D の基本操作からエクスプレストやレッドシフトの活用方法まで幅広くお教えします。レベル別の4つの例題で、モデリング、カメラ、ライティングなど、ループモーション作成に必要な C4D の使い方を身につけます。こんにちは、映像クリエイターの豆太郎です。CM や企業のブランドムービー、商業施設やオフィスに常設する空間映像などの CG を制作しています。C4D の基本的な操作方法と、映像を作成する際に私が必ず使用しているエクスプレッソについて、しっかり時間をかけて解説します。基本ツールの使い方だけでなく、作品のクオリティと作業効率を同時にアップするコツも学んでいただけます。カラーを構成する感覚やスムーズなループモーションを作るための私独自の秘訣を公開します。単純な形状でもアニメーションやカラーなどの表現スキルを使い、ハイクオリティな作品を作るためのノウハウをお教えします。この講座を通して皆様のクリエイティブにポジティブな影響を与えることができたら嬉しいです。私は映像クリエイターの豆太郎です。コロソでお待ちしております。